宝来寺鉄道時代の駅舎湯野谷温泉駅は、愛知県新城市とヨーカー滝の上にある、東海旅客鉄道飯田線の駅である。湯野谷温泉駅は、豊橋駅から飯田駅を経て、辰野駅へ至る JR 飯田線の途中駅の一つで、ある。新城市北東の流しの地区に位置し、湯野谷温泉の玄関口でもある。豊橋と飯田を結ぶ特急、稲路の停車駅の一つ。 オーライデラ鉄道によって1923年に開設された。その後1943年の国有化を経て1987年から JR 東海に移管されている。JR 移行後の1991年にそれまでの湯野谷駅から現役名に改称された。単式ホーム一面一線の地上駅である。上下双方の列車が同じホームを使用する。 2019年まで2階建て木造の駅舎が存在していた。宝来寺鉄道が建造したこの駅舎は、同社直営の宿泊施設として営業しており、国有化後は昭和40年代頃まで国鉄職員の独身料として使用されていた模様。かつては、新城市観光協会というのや温泉発展会に委託された簡易委託駅であったが、2015年3月、 管理駅である、豊川駅の管理下に置かれている。なお、国鉄時代の1985年に一旦無人駅となり、1991年に再び駅員が配置されたという経緯がある。湯野屋温泉駅を開設した方来寺鉄道は、現在の JR 飯田線中南部にあたる大会、三河川合間を運営していた施設である。1923年2月の道区間開通に、 合わせて新設された、湯谷停留場がこの駅の前身である。駅には、蓬来寺鉄道直営の宿泊施設が、併設されていた。1943年8月、蓬来寺鉄道は、買収、国有化されて、国有鉄道飯田線が成立。それに伴って湯谷停留場も、国有鉄道に移管され、名称も、湯野屋駅に変わった。1987年4月の、 国鉄分割民営化では JR 東海へと継承された。その4年後の1991年12月、湯野屋温泉駅へと改称した。改称は湯野屋温泉を宣伝するためのもので、当時の宝来町と湯野屋温泉発展会が費用を負担して実施された。2019年に駅舎の取り壊しが報じられた。飯田線運行形態も参照優等列車に関しては特急、 イナロが1996年3月の運行開始時から停車駅の一つとしている。特急以外の列車は2010年3月開成時点で、下りは1日12本、上りは13本設定されている。種別は普通列車が主だが、上りに1本のみ快速列車がある。駅周辺は、売れ側を挟んで温泉宿が立ち並び、湯の屋温泉と呼ばれる。駅があるのは、 呂川右岸にある湯の屋という集落であり、川の対岸は野戸瀬という集落である。駅前を通る愛知県道439号を南へ向かうと橋平という集落で、ここから湯の屋大橋で呂川を渡ると国道151号につながる。国道を南へ向かうと伊台という集落があり、さらに南へ進むと次の三河大野駅前へと出る。一方、 野戸瀬の集落を抜けて国道駅隊向かうと、三河牧原駅の対岸へと出る。宝来寺山を登る愛知県道524号が、駅から県道439号を300メートルほど、南へ向かった場所から西へ向かっており、その付近に、新城市へバス、湯野屋温泉も来る、新城線の、湯野屋温泉駅南バス停がある。東海旅客鉄道 CD、飯田線快速。 普通三河大野駅湯野屋温泉駅三河、牧原駅湯野屋停留場に関するカテゴリー、湯野屋駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。